私はタンタン、パンダ家族のお母さん。私は家族の中で一番最初に起きる。まずは家族が起きないようにそーっと朝の支度をするわ。ふう、すっきり。ゴロ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 、ペッ。よし、これで完璧。今日は私の一日を紹介します。あら、お父さん、おはよう。起こしちゃった？この人は私の夫のチャウヤン。無口だけどとっても優しいお父さん。お父さん、コーヒーでも飲みます？最近は暖かくなってきたわね。今日は仕事遅いの？よかった、今日は早いのね。あら、もうこんな時間？子供たちを起こさないと。ゆっくりできる朝はここまで。我が家の朝は戦争。みんな起きてください、朝ですよ。ほらみんな起きて、遅刻するわよ。はぁ、二人ともおはよう。おはよう。おはよう。っていうかパンタまだ寝てるよ。ほらパンタ、いつまで寝てるの？起きなさい。パンタ遅刻するわよ。あ、パンタやっと起きた。パンタったら立ちながら寝てるよ。器用だね。この子たちは私の大切な大切な子供たち。早く支度して朝ごはん食べちゃってね。はーい。いただきます。いただきます。くーくーくー。あ、お母さん、パンタ食べながら寝てるよ。パンタ、シャキッとしなさい。寝てるならパンタの朝ごはん食べちゃうよ。食べる。なんだ、起きてるじゃん。それじゃあ行ってくるね。みんな、忘れ物はない？ないはず。大丈夫。完璧だよ。じゃあみんな、気をつけてね。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ってね。よし、私も支度をしよう。みんなを見送った後はパートへ行く。お化粧をして、お洗濯をして、洗い物をして、お掃除をして。って、パンタったら学校で使う粘土忘れてるじゃない。図工は2時間でね。仕事の前に届けてあげましょう。それでは、今から図工の授業を始めます。みんな、机の上に粘土を出して準備してください。はいはい。あれ、どこだろう。どうしたの、パンタくん。どうしよう、粘土がない。粘土、お家に忘れてきちゃったんですか？あ、そうだ、机の上に忘れてきちゃったんだ。あらあら、パンタくん、忘れ物しちゃったのですか？はい。失礼します。パンタくんのお母さん。先生、いつもパンタがご迷惑をおかけしてすみません。いえいえ。パンタ、これ忘れ物しちゃダメじゃない。お母さん、届けてくれてありがとう。わざわざ届けていただきありがとうございます。いえいえ。パンタくん、もう忘れ物はしないようにしようね。ごめんなさい。あら、もうこんな時間、パートに行かなきゃ。おはようございます。おはようございます。遅れてすみません。息子の忘れ物を学校まで届けに行ってまして。子育てって大変ですよね。大丈夫大丈夫。ここは母の工場。ここでは母のシリーズを作って住民に送る仕事をしている。前にテレビにも取り上げられたことがあるの。ここは子供を持つお母さんたちが働いているという母の工場という工場です。実は母シリーズ、一つ一つお母さんが手作業で作ってるそうなんです。この方たちは今一緒に働いているマリアさんとアンコさん。タンタンさん、今日は母のクッションの係をお願いします。かしこまりました。今日の作業は母のクッション。クッションのカバーをミシンで縫って、カバーをつけて包装する。ちなみに手紙も全国のお母さんが書いているのよ。冬ももうすぐ終わるから、かじかんだ手に息をかけ温めて、春を待ちわび、一心入魂。あら、今日の手紙も素敵ね。タンタンさんの手紙、いつもセンスあるわね。あ、もうお昼の時間だわ。お昼ご飯食べましょう。そうね。お昼には銃の情報交換をする。
シンクの汚れにはやっぱり重曹。あら、クエン酸もいいわよ。あら、そうなのね。今度やってみるわ。それより、タンタンさんの子元気？元気元気。元気がありすぎて困っちゃう。子供が3人もいると賑やかよね。チンネちゃん4月から中学生になるのよね。そうなのよ。月日が経つのは早いわね。あら、もうこんな時間。午後も頑張りましょう。頑張りましょう。今日も皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。帰ったらすぐに夜ご飯の支度に取り掛かる。今日のご飯は冷蔵庫のあれとあれを使ってあれにしよう。ただいま。ただいま。あら、おかえり。みんな揃って帰ってきたのね。お父さんと外でパッとり会ったの。きちんと手を洗ってうがいするのよ。はい。今日のご飯はエビの天ぷら入りおそばよ。わー、美味しそう。いただきます。いただきます。召し上がれ。お母さん、今日は粘土届けてくれてありがとう。え、パンタ今日忘れ物したの？うん、朝忘れ物ないって言ってたのに。もう忘れ物しないように気をつけてね。はい。そういえば、今日チンネチャンネルが離島ガチャするらしいよ。え、見なきゃ。今日こそジュン君に会えるのかな。じゃあ私見てくる。あ、ご飯もういらないの？うん、ごちそうさま。僕も早く見たい。私も。もうちゃんと食べてからにしなさい。今年こそ。あ、離島ガチャ始まったよ。ジュン君出るかな。頑張れ頑張れ。みんな、節分のお豆残ってるけど食べる？あー、またジュン君じゃなかった。次こそ会えるよ。みんな聞いてる？お豆いらない。ジュン君コールだって。ジュン君ジュン君。穴がち穴がち。もう動画に夢中で話聞いてないんだから。あー、惜しい。お母さんお風呂入ってくるわね。次は絶対来るよ。あの子たち最近全然返事をしないわ。これが親離れ？思春期？反抗期？少し前まであんなに甘えてくれてたのに。ねえお母さん聞いて。ママ。ねえねえ見てお母さん。そのうち口も聞いてくれなくなるのかしら。わっ、みんなどうしたの？たまにはお母さんとお風呂一緒に入りたいじゃん。さっきは動画に夢中になっててごめんね。ごめんねダンス。ごめんねごめんね。あ、パンタ顔にかかるから暴れないで。バシャバシャ。もうやったな。わざとじゃない。もうもうやめてって言ってるじゃん。もうやめなさい。寝たみたいね。お風呂であんなに騒いでたから疲れちゃったんだわ。私たちもそろそろ寝ましょうか。お父さん、いつもありがとう。これで私の一日は終わり。今日もとっても楽しい一日だったわ。それじゃあお父さん、おやすみ。母さん。あれ？みんな寝てなかったの？母さん、明日縄跳びいるんだった。明日図工で紙バッグ持ってくんだった。明日提出のプリントをハンコしてもらうんだった。もう早く言いなさい。ごめんなさい。